超大秘宝、フェルナンデスの診断結果。フェルナンデスが5回、守備でアクシデントスライディングしながら捕球を試みたとき、左手にはめたグラブが人工芝に引っかかり、手が逆方向に曲がるような形でそのまま倒れ込んだ。巨人、阿部監督はフェルナンデスについて、手首骨折、俺の心も折れそうだよ、と明かした。冗談言っている場合じゃないよ。ここまで牽引してくれたのもあるだろうし、それくらい痛いよね。代わって浅野を昇格されると明言。やっぱり骨折だって。浅野を育てよう。フェルナンデスを渡。そりゃそうだろう、あれで折れてないわけない。骨折か、今季絶望だな。出かけてたからたまに速報を見てただけだったけど、襟怪我したのかよ、今知って絶望。でも松井はあの大怪我で結局手首に古傷抱えることになったからな、心配。襟ちゃんはもうしょうがない、来年も必要な戦力なので、また来年頑張ってほしい。阿部さん、お前さんの心は折れないでもろて。来季襟ちゃんどうなるの？まああの痛がりようで軽傷なわけないな。最悪だわ、エリーの代わりなんていないのに、お小屋さんの萩尾あたりに頑張ってもらうしかないのか。怒ったことは仕方ない、来年以降の巨人のためにも浅野行くしかねえべ。ここまで巨人が来れたのもフェルナンデスのおかげだったのに、もうこれで完全に終わったな。普通なら浅野翔吾かな、佐々木やウレーネはセンターできない。まずは今日の2軍戦スタメン注目。まあこれまでスタメンに故障者が出ていないのは運が良かったんだよ。これからチーム力が問われる。